楽しみください。こちらファミリーマートコレクションのお菓子スナック菓子6種類を食べたいと思います。これがバカウケクワトロチーズ味、なぜなはうま塩味、オークンハバネロ、ちょっと怖いですね、ポリンキー濃い明太味、ベビースターラーメン香ばしチキン味、ラーメン丸っていう、ジャガスティックあっさりうま塩味、これの6種ですね。どれもいわゆる市販お菓子のプライベートブランド版ですね。どれも美味しそうなんですが、このままだとやっぱり食べられづらいので、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと入りきれなかったので、この2つはもう袋のままいきますね。で、残るはこちら。どれも美味しそうですね。それでは、まずはこちらの暴君ハバネロで刺激して、ちょっと食欲を出していきたいと思います。いただきます。うわー、かくて辛そう。そこまで違いがあるとは思えないな。だけど、その分美味しいってことでもある。一番好みなのはこれだね。こちらのジャガスティックあっさりうま塩味は、いわゆる中に野菜の入ってない札幌ポテト の、 細長い方みたいな感じでしたね。とサクサクとした食感とジャガイモの旨味が感じられて美味しかったのですが、ちょっと物足りないような気もしました。で、こちらのやみつき美味しさ投げはうま塩味、これ通常版は動画投稿始まる前に食べたことがあるんですね。その当時と変わらない懐かしい味わいでした。パリパリとしていて細長いので、ポテトチップスとはまた違った食感の楽しさもあったじゃがいもお菓子でした。とっても美味しかったのですが、もう一つなんか足りないような気もしたので、これもこんな感じですね。フレーバー味になっちゃってるのかな。フリーベロポリンキー濃い明太味、これ名前は知ってるんですけど、あんまり食べた記憶がないんですよね。で、濃い明太味、確かに明太子のピリッとした刺激はあって、塩味とはまた違った刺激を感じることができて美味しかったんですが、ちょっと先にこちらを食べてしまいましたので、それに比べるとちょっと控えめになってきましたね。で、こちらの暴君ハバネロ味ですが、強烈な刺激がいきなりきましたね。激辛っていうわけではないんですが、後からじわじわとくるビリビリとした刺激、辛いのが好きな方にはいいかもしれませんが、ちょっと苦手な方は避けた方がいいですね。なので、そこで好みが分かれそうですね。食感は先ほどの投げ輪と同じような形でパリパリしていて美味しかったです。で、次のベビースターラーメン丸、これは香ばしチキンでありますが、ベビースターラーメン自体はもともとチキン系統の味なので、通常ものそんなに違う気はなかったでしたね。固まってるのでカリカリしていて食感はより楽しめまして、自分はこっちの方が好きですが、このあたりは通常版が好きな人もいるのでしょうから、好みが分かれるかな。そして最後のこちら、バカウケクワトロチーズ味、これはチーズの味がしっかりまぶされていて、噛んだ瞬間に口の中にふわっと広がってきて、とっても美味しかったです。唐辛子とかを入れた後だったので、その癒しになったのかもしれませんが、そういう効果があることを考えましても、今回の6種の中ではこれが一番美味しかったので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。プライベートブランドになるというのもなかなか難しいですね。通常版と違いを出すのが、あるいは通常版をより安価に流通させるためにそうしているのか、そのあたりは裏側を知る人にしか分かりませんよね。もしいらっしゃいましたらコメントお願いします。それでは、サングラス、国がかけるから外交の現実が見えていないって感じになりましたね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。